ストリートファイターのシステムを継承し、さらなる進化を遂げて登場したストリートファイター2。一大ムーブメントを巻き起こすスト2開発の裏側にはどのようなドラマが隠されていたのだろうか。ストリートファイター2の開発を務めた西谷明氏が当時の心境について語ってくれた。そうだな、なんか作りたかったっていうのはなんかありましたけどね。そういうのなんかまあファイナルファイトでもそうだし、それはSO2でも僕同じなんですけど、世の中のなんていうんですかね、ファイナルファイトみたいな、いわゆるベルトフロアタイプのやつゲームって実は結構嫌いなんですよ。嫌いだったんですよ。で、まあなんでかっていうと、まあこれはまあ僕の考えですけども、割とこうなんていうのかな、やること限られてるという印象は当時あったんですよね。こうなんか軸ずらしギリギリで攻撃すれば OK で、まあそれがまあ主軸のゲーム性で、まああといろいろとかあったんで、なんかそれがすごい嫌だったんですよね。なんかこんなこと言うとちょっと嫌な感じかもしれないですけど、結構世の中ちゃんとしてないゲームが多かったような気がするんですよね。今はなんかどのゲームも結構ある一定以上の水準を僕満たしてると思うんですけど、当時それが結構なんか低かったイメージがあったんですよ。でちゃんと作ろうっていうのはなんかありましたね。とりあえずちゃんと作ろうと、まずは真面目に作ったらどうなるんだみたいなのをすごい試してたと思うけど、それはありましたね。本当に単純なところで言うと、やっぱり操作性であるとか、その当たり判定 の, その厳密さとか、まあ、そういうのが なんでちゃんとできてなかったかっていうのをすごい突き詰めていくと、大概ソフトマンがいい加減だったんですよ当時。でその人たちにだからどういう処理をしてるんだって、処理の順番まですごいこだわって作ってた。そうですね、そういうのありましたね。西谷さんの指揮のもと緻密に開発が進められたスト2。しかしそんな西谷さんにも最後まで悩み続けた意外な決断があったという。最後まで悩んだのはやっぱり圧力ですね。僕は個人的にはすごいやりたかったんですよ。CP1 にその圧力感知ボードっていうのをつけれたんですけど、まあうちのね、まあコストとか技術とかいろいろこうそういうのをするのをすごい嫌がる会社だったんでね。当然そのまあ草案みたいな段階では、まあ結構いろいろ圧力でやりたいとか、まあレバーでやるのはどうかとか、いろいろ案もあったんですけど、もう走り始める頃にはほぼもう6個ボタンに決まりかけてましたね。まあただ一流の望みとしては一応6個ボタンなんで、万が一後でね圧力ができたら対応することはできるんで、できたらいいなとは思ってましたけど。最初あれがあってね、ちょうどベラボーマンかなんかがあって、ありましたね、ベラボースイッチだとかもありましたね。そういえばベラボースイッチを買ってきてですね、それで圧力感知だって言ったけど、あの圧力感知じゃ無理だったんですよね。あ、そうなんですね。あれはなんかちょっと押したのとグッと押したのしか2段階しか取れなかった。そうですね。紆余曲折を経て完成に近づきつつあったスト2。しかし開発の最終段階、船水さんと西谷さんが2人して忘れていた重大な事実があった。作る時に竜と剣は外せないだろうっていうのがあった、剣はいなかったんでね。でもね、そうですね。剣いなかったっていうのはストーリーだったから、いろんなキャラでっていう、なんだ、いろんなキャラでが主人公になって話を進めていくっていうのがコンセプトだったんで、その時対戦っていうのはまた忘れてたんだよね。まあそうですね、日本で対戦なんて誰もやらねえだろうと思ってたんで。で途中でまた思い出して、やっぱり同じキャラで、同じ性能を持ったキャラがいなきゃダメだとか言って、でまた剣を入れたんだよね。同キャラやるというよりはその対戦はやらないんじゃないのかっていうのはやっぱありましたよね。対戦自体を、竜対チュンリーですらやらないだろう、やらないんじゃないのかなっていう。ゲームっていうかソフトのシステム的にできなかったね、そもそも。確かそれもありましたね。同キャラっていうか同キャラが、画面内の表示量とかもやっぱり結構当時結構限られてたんで、同じキャラ出すと一番多いやつと一番多いやつが勝ち合うじゃないですか。例えばザンギーとザンギーとか、だけど同じキャラじゃなければ1位と2位だからちょっと少なくなるじゃないですか。でそれでギリギリで計算してたんで全てを。やっぱ僕ら日本で作ってるじゃないですか、だからそのアメリカ人の気持ちなんてすぐ忘れてて、対戦よりだからその日本人がやるゲームので面白いっていうか面白く遊べるっていうのを、まあ、対戦格闘というよりもまあ普通のアクションゲームみたいな考えにこうちょっとこうだんだん寄ってきたというか。2人が最終段階まで忘れていた対戦の要素、しかしその対戦こそがスト2を爆発的ヒットへと導いた立役者。新たな敵を求めゲームに熱中するユーザーたち、しかし
対戦の楽しさがユーザーに浸透する過程には意外な人物の存在があったという。対戦台を作った人、うん、あの人は偉いですね。あの人は世の中で一番偉いと思います。それは誰だという。これはゲームセンターの兄ちゃんと聞いてますけど、どっかのそうは聞いてますけど。で当時 CP1 の基盤はだからこの1個の基盤から2つに出力すると画面が異常に暗くなるんだよね。なりますね、うん、で電圧の関係 ですごい暗くなるんで、うん、本当は出力しちゃいけないんだけどそれをやってるからすっごい暗いスト2があるんだっていう話で言ったら、それはその 対戦台を作ってて無理やりだから出力してたんですね、うん、もう1個の。でそれを考えた子なのかおっさんなのか分かんないですけど、うん、それがその子たちがすごいと思いますけど。そうですね、最初はですね、CPU 戦っていうんですか、まだそこまでやり込まれてなくて、まあその地域差あると思うんですけど、やっぱり CPU 戦が、すごい大人気で、いわゆる置きコインっていうんですか、置きコインっていうのが、出てきたのも大体ストリートファイター2の時かなと思ってますけどね。CPU 戦がまあ一通りクリアできるぐらいのレベルに達していた頃だと思うんですけど、まあ確かその、年の年末ぐらいから、隣同士で最初対戦が行われてまして、まあお店によってその設定がちょっと違ったんですけど、100円で対戦ができるみたいな状況があったんですよ。で100円で対戦して終わったら、まあ、ゲームオーバーみたいな感じなんですけど、ストリートファイターが最初だと思うんですけど、ちょうどあるゲームセンターで、確か任天堂のあのテニスとか、なんか4つぐらい入ってるやつがある筐体があったんですよ。でそこにどっかのお店が、スト2を入れて、それでまあ前と後ろでその対戦が確か行われたと思うんですよ。でそっからなんか進化しまして、その今の形 の筐体を筐体と筐体をつなげて、まあ横並びだときついっていうのがあったんですよ。で対戦中に入っ 1P 側のなんか大キックとか押しちゃうわけですよ、狭すぎて。まあそれのあまりにも近いから、まあ離してやってみたらどうかなっていうのが、まあ、あるお店で行われまして、でそれがすこぶるかなり良くて、なんか他のゲームセンターもそれを真似して、で徐々に広がっていって、まあ、今の形のその対戦台みたいなのができたっていうか感じだと思いますけどね、はい。アーケードでの対戦が盛り上がった大きな要素の一つが8人の個性的なキャラクター。彼らはどのようにして生まれ、どのようにして開発されたのだろうか。まあ、草案段階で、まあ、とりあえずまずそのキャラをいっぱい出したかったっていうコンセプトがまずあって、でまあこういろいろこうデザインをこう出していく間で、まあ大体そのまあプレイヤーキャラとして使える人数が8人っていうのが、まあ大体適当ではないかっていう、まあ特徴割り振るとまあ大体そのぐらいかな、特徴出せるのはっていうことになって、でまあ8人ですね。であとはやっぱりゲームのボリューム的にとか考えた上で、まあ合計12人っていう位置づけですかね、うん。絵的であるとかゲーム的であるとかの特徴を際立てるっていうことをまずはこう優先してやったって感じですかね。ワンでは難易度の高かった必殺技、しかしツーでは誰にでも簡単に出せるよう大幅にシステムが改良されている。その理由とは、やっぱり波動拳を出して、まあ、昇竜拳を出したりして、こうなんか出た嬉しさっていうのをこうそのまま継承したいなっていうのがありましたね、うん。まあ、そもそもなんかワンってやっぱり出にくいじゃないですか。でどうして出にくいのか、まあ、資料ないのでやってみて検証するしかないんですけど、まあ、やってみて、ああこういう仕組みになってたのかっていうのをいろいろ知って、まあ、それで、まあ、それをまあ元にしてもっと出しやすくするためにはこうした方がいいっていうのをいろいろ自分なりに考えてやったって感じですね。
ね、僕みんなに出させたかったんですよ、むしろ、もうそれ今前ワンの時はどっちかっていうと何ていうのかな、ある一定の基準以上の人が出せる本当に海には必殺技っていう位置づけだったと思うんですけど、卒の時はもう基本的にはみんなそれを出そうよと出せる上で、まあ、もっと遊ぼうよっていう位置づけに、まあ、したかったっていうのはありますね、まあ、だから言葉は悪いですけどちょっとこう 安めにしたというか。だむしろ必殺技はコンボで出す技とかが必殺技なんですよね、一つで言えば。操作が簡単になった必殺技、しかしその中には開発者も気づかなかった幻の必殺技も含まれていた。後にキャンセル必殺技と呼ばれる高等技術、2人はどのように見ていたのだろうか。アパショウリュウとかは、まあまあ、本当にさっき言ったこだわった必殺技をすごく出しやすいっていう、うん、そうですね、システムを組み込んだがために できてしまった、うん、なんだろう、副産物、ね、副産物、うん、まさかそんな間に当たり判定が出る技なんか作ってないつもりでいたんで、そうまあ本当に単純にまず必殺技を出しやすいためにいろいろ考えたシステムがあって、でそのために副産物としてこう生まれて、あ、こんなことも起きるんだっての知って、まあ、よりこう追求して、まあ、ちゃんとまあ検証して、うん、まあ、バグらないかとか、うん、あ、まあ、それだったら逆にここまでに当たり発生させようとか、まあ、後々調整したりとかして、うん、最初は本当あれですね、必殺技を単純にちゃんと出したいがために作ったシステムだったんですよね、うん、最初の頃って昇竜拳が出るだけで楽しかったじゃないですか、で車ぶっ壊すのに練習しててやってると、あれってなんか知んないけど、うん、バテてるぞとか言っておかしいなとか言って言ったら、うん、あ、そういうことかつって、でそこで普通の人だったらああっつって多分その6割込み目から当たりを発生するように直しちゃったと思うんだけど、そこで西谷君はだから面白いからこれをこのまま生かす方法を考えようっていうのを考えたのが、相当、うん、嫌がってましたけどね、うん、なんかバグの元になるんじゃないかって、そもそもの動きはイレギュラーな動きがあるからっていう、だからそこはすごいセンスだなと思いましたけど。スト2で定着した対戦格闘、その勢いは1年後に発表されるダッシュでさらに加速していく。同キャラ対戦、四天王でのプレイ、船水さんと西谷さんはどのような思いでダッシュの開発を進めたのだろうか。あの当時のデータをこう開けてみりゃ分かると思うんだけど、たくさんこう数値を設定するものはこう用意されてるんだけど何も入ってないんですよ、スト2に関しては。竜と剣はやたらちゃんとやたら数値が入ってるけど、ホンダとかなんか適当なのがボワーって入ってるだけで、うん、全部ゼロ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 と、一個一個設定できるようにしてるけど何もしてないって感じだよね。あと一応できるようにはしといて、たまたまバグで残ってたけど、あの弱点とかも本当は設定できたんですよね、うん、間違えて竜に1個残ってましたけど。それであれなんですか、竜系の違い。そうですそうです、病気とかみんな言ってましたけど、竜病気持ちとか言ってましたけど、うん、あれたまたま抜き忘れたんです。確かにある、本当はだからシステムとしては結構実はいろいろできるように最初に考えてかなりいろいろやってたんですけどね、うん、やっぱりその圧倒的な物量の前にこれは無理だと思って。でもダッシュが過ぎても何も変わってなかったですよ。そうですね。逆にだからダッシュの時怖かったのが、あの変なとこいじれなかったんですよね。もう相当世間がやっぱ極まってきてたんで、これいじったらどんな影響があるかもう計り知れないって感じで、うん、そういう怖さがありましたね、うん、対戦格闘の人気が加速していく中、ユーザーの間でハメ技の存在が議論を巻き起こしていた。相手に何もさせないままに勝利できてしまうこの現象、開発者サイドはこの問題をどう見ていたのだろうか。正直未調整の部分はありましたね。あ、残念ですね。残念ですね。特にガイルなんかも あれなんですよね、さっき その調べてみると原因があるって話じゃないですけど、最高投げとかあったじゃないですか。で、あれ最高クラッシャー終わった後に、まあ、隙があるんですよ、着地、ガイルがガイじゃない、ベガ側に隙があるんですよ。でその間に僕は何かしてほしかったんですよね、まあ、別に攻撃してもいいし投げられてもいいなと思ってたん で隙やったけど何か投げられないんですよね。でじゃあもっと長くしよう、かなり長くしようとか言って、あれ相当長くしたつもりだったんですけど、でまあこれでいいかなとか思ってて、で何かでも投げにくいよなってずっと話をしてて、よくよく実は調べてみると、着地ポーズが内部的に空中にいる判定になってて、投げることは不可だったんですよね。これはダメだとか言って。まあある意味あそこで四天王って初出じゃないですか。
っていうのが入ることによる、まあ、元々の 8×4 の組み合わせで、まあ、やっぱり相当増えるじゃないですか。その辺で やっぱり調整しきれんかったなっていうのはありますね。まあ、時間短かったっていうところ言い訳になりますけど、うん、僕はあるものは仕方ないと思ってるんですよ。もうそれ以上どうすることもできないんで、もうあるものでもうやるしかないと、うん、思ってるんで、そういう意味ではもう何しても仕方がないと思うんですけど、あとはやっぱあれですよね、もう本当にアナログな話になりますけど、モラルの問題ですよね。うん、だ例えばなんか船水さんにははめるけど、知らない人にはやっぱはめなかったりするじゃないですか。うん、やっぱその辺なんかあるのかなと思いますけど、個人的にはもう何でもあり主義なんで、あるのを制限してどうするみたいないうのはありますけどね。うん、人気を博したダッシュに続いて発表されたのがスピードの高速化など、さらにパワーアップされたストリートファイター2ダッシュターボ。シリーズ集大成ともいえる内容にスト2熱は最高潮に。しかしターボ開発の裏側にはこんな意外なエピソードが隠されていた。最初だからまあ当然ダッシュ終わって次の続編を作ってくれって言われたんですよね、会社が。もうそんな感じなんですか。うん、もう作ってくれって言われてて、でその時にスーパーストリートファイターを作ってたんですよ。で、作り始めてたんだけど、作り始めてた理由はもうこいつは会社辞めるとか言ってどっかアメリカに逃亡してたしばらく休ませてくれとか言ってどっか行ってしまったので、じゃああとは船見さん任せましたとか言って適当なこと言って、もうまさかにはめられてですね。で作り始めてて作ってたんですよ。で作ってて3ヶ月くらいしたら急にそのコピー基盤の話があって、あれのだから速いやつがすごい、スピードがいいやつがすごい受けてるんだとか言って、でその基盤持ってこられてバサッとってやってたら面白いとか言ってやってるやったら、まあとりあえずその速くすることはすぐできたんですよね。でとりあえずできたって言っていて、ゲームセンター持ってったらものすごい人だかりになって、でもう当時だからもうスーパーストッツを作ってたんで、キャラのデータとかがちょっとこうなんていうの、さっき言った通りだからツール作ってなかったから、こうやって見ながら打ってるから、ダッシュの方のね、だじゃないターボの方のねデータ触ってたりとかするやつもあったわけよ。なるほどなるほど。スーパーのフィーチャーが入っちゃったという。最初はね間違いでした。だからその一部ハメ技だけを変えてたんですよ。あのだからそのベガの着地とか、あのニープレスのとこに塊作ったりとか、で幾分かって入れすぎたらすぐポイ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 入れたぞになっちゃうし、なんか、でその時にだからそのスライドの幅、あのダメージスライドの幅とかそういうのいろいろやってたんだけど、結局時間がなくて間に合わなかったですね。でベガ使えねえとかいう話になってえらい怒られましたけど、ダッシュにはなかったあのスピード感っていうんですか、すごいスピードが速いんですよ、でスピードがめちゃめちゃ速くなって、なんか技がバランスが悪いんじゃないかななんて当初は言われたんですけど、なんかすぐもう馴染んじゃいまして、そのスピード感じゃなきゃもうダメだなんていう形になっちゃいまして、まあ、ターボがかなりその後ずっと人気が続いたって感じですかね。まあプレイヤーさんがかなり、進化しちゃいまして、まあ正直そのターボのあのスピードでちょうどいいぐらいの、感じ方がしましたけどね。そんなターボと同時進行で開発が進められていたのがシリーズ4作目となるスーパーストリートファイター2。グラフィックの向上、4人の新キャラクターなど大幅な変更が加えられたこの作品。しかし開発の裏側には人気シリーズならではのこんな苦労があったそうです。そのスト2神話みたいのがあって、もう絶対触っちゃダメみたいなのがすごいあったんですよ。さっき言ったあのダッシュの時にはまあ、当然そういうのもありましたね。だからせっかく初代スト2で受けてるからあまり変えれないっていう部分があるじゃないですか。でそれをもう絶対だから変えたらおかしいんだっていう理論をこうすごい言う人が多かったんですよね。でだからスパ2の時ってそういうのがすごい残ってたんですかね。だからその思い切って触れなかったっていうことですか。
そんな苦難の道を乗り越え、船水さんが半年後に送り出したのが対戦格闘ゲームの最高峰とも呼ばれるスーパーストリートファイター 2X。 船水さんがこの作品に託した特別な思いとは。 X はすごい手入れましたよ。だからもう触ってないデータはないぐらい。パッと見はそんな変わってないですよね。そういう風に思われたら嫌だなと思ったんで、だから号機とか入れた。あ、なるほどね。内容はだいぶ違うんだけどな、うん、あ、ゲームとしてのあれは違いますよね、うん、確かに。特に今までその散々スーパーとかターボの時にここは触っては絶対いけない絶妙なバランスだって人が言ってたとこほど崩して触りましたね、うん、だから龍拳なんかぐしゃぐしゃにしちゃいました。攻撃力もなんかパンチの出るスピードなんて一つも一緒じゃないはずなんで、連射スピードとかね、うん、そういうのとか。ただなんだろう、これはそういうの人たちは楽しいと思ってたところだけは残すようにして、うん、さらなる進化を遂げたスパ 2X にはこの作品から導入された新たな要素が存在する。それがスーパーコンボ。その誕生の裏側にはこんなエピソードがあったという。スーパーコンボはもうこれは最近もうだいぶ経ってから思い出したんですけど、もともとだからオリジナルコンボだったんですよ。オリコンって言ってる通常技を一定時間の間に、だからもう新しいグラフィックが書けないの分かってたから、それだったらそのなんだろう、その旧キャラって言われてた最初の8人に新しい通常技だったり使える技だったりを足そうっていうことにしてたんで、でもうコンセプトはそうしてたんで、じゃあ通常技をつなぎ倒してできるその必殺技っていうのをできないかなって一定時間って言ったら、そんなもんできるわけないだろうってソフトマンでパーン。じゃあそこの技を組み合わせてそれっぽい技を作ったらできるだろうって、うん、まあ、それはできますねって話になったんで、うん、船水さんが満を持して導入したスーパーコンボ。しかし発表当初はこれまでのシリーズを愛するユーザーからこんな不満の声も聞かれたという。最初入れた時にはもうとかロケテストで出した瞬間の時にはボロカス言われましたよね。超必殺技かとか書かれてね。SNK かこのゲームはとか言われて、結構なんかその辺でなんか思い出すことがあるんですけど、当時もう僕とか X メンとか作ってたんですよ、うんうんうん、でも僕はもう勝手にゲージ入れてたんですよ。うんうん、でよくそれも最初言われましたね。だからなんか当時ね、確か龍子だったんですよね。龍子があって、でゲージがあれは減るゲージですけどね、逆ですけどね、あって、いやなんかゲージがあるのはやっぱり良くないみたいな感じで岡本さんも言ってたかな、そんなことなんか言ってたんですけど、いやこれはやっぱり違うんですと、こっちは逆に増えていくんですと、プラス方向になるんですよと、でなんか言いくるめて入れてて、でなんか船見さんとなんかそういうゲージのことで話してる時に、うん、なんかスーパーにも入れた方がいいよねみたいななんか話をしてた記憶がありますよね。さまざまな苦難と試行錯誤を重ね、 2D 対戦格闘の最高峰とまで評されることになったスパ 2X。しかし事実上、この作品がスト2シリーズ最後の作品となってしまった。そこには開発者たちならではのこんな理由があった。古いもの作ってるイメージがすごいあったんですよ。だからその3人チームで昔のキャラを結局触っててって、システムも古いやつをこう継ぎはぎ継ぎはぎで作ってるっていう、でもうプログラマーも嫌になっちゃってたし、相当嫌がってましたね。もう自分でもどういうプログラムになってるか分かんないって言ってましたからね。もう本当に1日1日作ってるから、うん、もう分かんなくなっちゃってるしっていうのがあって、で、まあ、片っぽではもう斬新なシステムを作ってたわけですね。うわーとかいうような、もう限りなくハメハメだとかいうようなね、楽しそうなのやってたし、でヴァンパイア作ってたしっていうのがあったんで、もうそっちにみんなは行ってたっていう。俺もそっちに追いつかしてくれみたいないうのはありました。で結構長く遊んでもらえるっていう自信はすごいあったんで、まさかこんなに長く遊んでもらえるとは思わなかったけど、これ1年以上は持つだろうと勝手に思ってたんで、でもうやるにしても僕じゃない人がやってくれたらいいなと思ってたんですよ。そしたらまた違う切り口で作れると思ってたんで、